こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画で二項定理をバチンとマスターしましょう。なかなか苦手な人が多いですよね、二項定理ね。はい、もう絶対に理解できるんでね。はい、こんな問題です。 2x-1 の10乗を展開した式において x の3乗の係数は何ですかと、まあよくある問題ですよ。じゃあまずどんな風な原理かっていうのを具体例を使って説明していきます。A たす B 全体の3乗っていうのはこんな式になりますよね。ではこの A の2乗 B の前の係数がなぜ3になるかっていうことについて考えていきましょう。なぜここが3になるか。そもそも A たす B 全体の3乗っていうのは A たす B が3回かけられているよっていうことじゃないですか。じゃあこれを分配法則で A×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 B っていうふうにバラバラっと分配法則で展開したものがこれです。では A の2乗 B っていうのは A が2個と B が1個かけられてるよっていうことなので、 A が2個 B が1個かけられてるのってこいつと A が2個と B が1個ですね。 A が2個と B が1個ですね。この3つになりますね。他は A が2個 B が1個はないですよね。だからこの3つあるのでここの係数は3になるわけです。じゃあなんでここが3個になるのっていうのをもっと考えていきましょう。A たす B かけ A たす B かけ A たす B、 ここを抜き出して書いたのがこれです。では分配法則していくのって、例えばここの A かけ A かけ B が出るのってこの A かけて A かけて B かけるっていうことですよね。つまりこの括弧の中から A が出て、この括弧の中から A が出て、この括弧から B が出るから A かけ A かけ B になるわけですよね。分配法則をイメージしてるわけですよ。じゃあこの3つの括弧の中から、この1個目の括弧から A が出て、2個目の括弧から A が出て、3個目の括弧から B が出れば分配法則でかけた時に A×A×B になりますよね。でこいつから A が出て、こいつから B が出て、こいつから A が出れば A×B×A、 つまりこいつになるわけですよ。でこいつから B が出て、 A が出て、 A が出れば B×A×A になってこいつになるわけですよね。分配法則をイメージしてるわけですよ。何度も言いますけど。じゃあこの3つってどんな風に考えたんですかというと、なぜ3通りですかというと、3個の A たす B の括弧の中からどの1個から B を出したかっていう風に考えるわけです。1つだけ B が出てますよね、この3個の括弧の中から。1つだけ B が出てますよね、1つだけ B が出てますよね。で残り2つは A になるわけですよ。ということで3個の中から1個だけ取り出す取り出し方っていうのは 3C1 通りありますよね。で 3C1 っていうのは3じゃないですか。だからここの係数は3になってるわけです。ちなみにこれ3個の A たす B の中から2個は A 出してるじゃんって思ってももちろん OK なんですよ。3個の括弧から2個 A が出るっていうことは取り出し方は 3C2 通りありますよね。3C2 っていうのは結局3なので同じことになるわけです。なので B を取り出すよって考えても A を取り出すよって考えても同じことになるので、どっちで捉えても OK なわけです。さあではこの考え方を拡張してあげると、ここの A の3乗の前の係数が1なのは3個の A たす B の括弧から0個の B を取り出す取り出し方なわけです。つまり 3C0 でここが1なわけですよ。でここは 3C1 で3なわけですね。ここは3個の括弧の中からどの2つの括弧が B を出すかで 3C2 通りあるから3なわけです。でここは 3C3 なわけです。3個の A たす B の括弧から、どの3個から B を出すかって 3C3 通りですよね。だからここは1なわけです。それを書いたのがここですね。結局 A たす B の3乗っていうのはこういう形で書けるわけです。ではこの A たす B の3乗っていうのを N 乗に拡張したものが、つまり二項定理というものなんですね。ここにバッと書きました。 A たす B の N 乗っていうのは A たす B っていう括弧は N 個あるわけですよ。 N 個では A の N 乗っていうことは N 個ある括弧からどの0個 B を取り出すか、つまり NC0 通りですよね。 B 出さないっていう1通りですよ。でここは A の N-1 乗かけ B の1乗ですので、 N 個ある括弧からどの1個 B を出すか、つまり NC1 通りありますよねっていうふうに考えてるわけです。最後は N 個ある括弧から N 個 B を取り出すので NCN 通りなわけです。これが二項定理の原理なわけです。
こう考えるとそう難しくないと思うんですけどね。まあ二項対なかなか苦手な人が多いですけどねって言ったら広島弁ですね、からね、はい。さあこの原理を踏まえてではこいつを解いていきましょう。2x-1 の10乗を展開した式を考えるので、2x-1 の10乗というのを考えるんですが、ちょっと考え方からいきますか。2x-1 の10乗っていうのは 2x-1 っていうのが10回かけられてるわけですよね。これで 2x-1 の10乗なわけです。では x の3乗の係数を求めたいので 2x が何個出ればいいですか。10個ある括弧の中から 2x が3個出ればいいですよね。例えばこいつから 2x が出ますよと、こいつから 2x が出ますよと、で、もう1個書いておきましょうか。 2x-1、 これ 2x-1 のかけ点点点かけ 2x-1 で全部10個あって、で例えばこいつから 2x が出て、でここから -1 が出て、他も -1 が出てあげれば 2x×2x×2x で 2x の3乗になりますよね。ということで、x の3乗の係数はどうなるんですかというと、ここから回答ですね。x の3乗の項っていうのはどうなるんですかと、こいつをバラ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 ってやった時に x の3乗の項っていうのを見るわけですよね。 x の3乗の係数を求めたいわけで、じゃあ x の3乗の項はどうなるんですかというと、10個ある 2x-1 の括弧から3個の 2x を取り出すわけです。で 2x が3乗になりますね。 2x×2x×2x× で残りが全部 -1 が出てくるわけですよね、7個の括弧から。ということで -1 の7乗になりますね。でこの 10C3 通りでこの10個ある括弧から どの10個の括弧から 2x が出るかっていうのを考えてるわけです、場合の数を、はい。ということであとはこれを計算してあげれば x の3乗の係数が出ますよということです。では出していきましょう。 10C3 というのが 3×2×1 分の 10×9×8 ですね。で 2×2×2 で8ですね。で x×x×x で x の3乗ですね。で -1 の奇数乗なので -1 ですね。でマイナスを前にピヨンと出してあげて、3が9ですね。2、4が8ですね。ということで3、4、12×8 で8、2、16、8、1が8で96ですね。ここでそれに10がかけられているので 960x の3乗になるわけです。ということで求める x の3乗の係数っていうのは -960 になりますよということです。この二項定理は式の丸暗記ではなくてこういう原理で押さえてあげるとどんな問題にも対応できるので、ぜひぜひ考え方っていうのをマスターしてください。はい、合格できる。